はい、コランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さん、プニプニやってますか？プニプニ楽しんでいますか？最近ですね、引退者続出なんですけども、今日はですね、イベント後半の追加要素、これについてね、ちょっと話していきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。本当ね、今やっているイベント笑っちゃうぐらい難易度おかしいんだよね。ということで、もちろんイベント後半で修正入るんじゃないのかっていうか、まあ難易度適正化されるんじゃないのかということで、まずはこちらから。追加キャラはあるのかないのか、皆さんどう思いますか？っていうか、これあるっしょなかったら無理ゲーです。あってもどうなのっていうぐらい、まずですね、今回のイベントでの妖怪大辞典の追加は9体でした。ということは、ダブルゼータの勇ましまだ出ていません。さあ、これは一体何なのかということで、僕の予想はですね、こちら、まあ結構ね、これ予想している人結構いるかと思います。ニャクスキャリバーですね。こちらランクダブルゼータの勇ましい族、必殺技は妖怪プニを消す、使うたびにダメージアップ、スキルは技ゲージが溜まった状態でスタート。おっと、これは使えるじゃねえか。そして追加スキルは、自身の妖怪プニを消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まる。そして特殊能力はもちろん、ヨワングランプリ強い方、そして裏マップのね、聖杯の闇に対する特攻あるでしょう。っていうか、ないと無理でしょう。っていうか、これが最近のプニプニあれだよね、ガチャでトリプルゼータ引いたからといって安心はできません。イベント後半の追加キャラ、こちらに強力な特殊能力がついていて、これで初めて攻略可能ということで、ニャクスキャリバーなんですけども、すでにプニプニの中に出ています。まあ、ところどころね、このカットインで、我が名はニャクスキャリバー、あなたの剣に宿った精霊ですみたいな感じでカットイン入ります。そしてステージ14にもですね、ボスとしてニャクスキャリバー登場しているんですよ。なので、まあ、ただまだプレイアブルキャラとしては登場していない。これ来るっしょこれはストーリーでこんだけ出てきておいて、それで終わりはねえだろ。そしてさらにですね、漫画5で、まあこのイベントとね、連動して漫画の連載あるわけなんですけども、ここでもですね、まあ重要なキャラ、我が名はニャークスキャリバー、あなたの剣に宿った精霊です、ということで、ここはあなたの夢の中なのでお会いすることができました、ということでね、来るんですよ。王は事態は深刻です。今のあなたでは聖杯の闇を倒すことは難しいでしょう。分かってるよね、運営もねとはいえ、今は時間がない。さらなる力を、伝説王ウォッチを完成させるのです。確かヤバそうなやつが出てきて、ケータロット、ウェスリン、みんなどこにや、俺っち、おうよ、死んでしまうとは哀れなり、誰にゃ、やっぱり俺っち死んで嘘です、お待ちしていました、我が王ニャーサー、ということで、漫画の中でもですね、倒せずこの救世主としてね、後半でですね、ニャクスキャリバーが登場するわけですよ。なのでこのアプリもね、連動しているんで、これはやっぱり来るっしょ。元ネタは、このニャーサー王物語には元ネタがあります。もちろんね、もう皆さんご存知の通り、アーサー王物語、中世後期に完成してトマス・マロリーがまとめたアーサー王を中心とする騎士道物語、これね、アーサー王物語大きく分けて4章、アーサーの誕生と即位、円卓の騎士たちの冒険とロマンス、聖杯探索、コンスタンティンへの王位継承ということで、まあ、今回はね、この聖杯探索のあたりがフューチャーされています。で、その中でも出てきます、エクスキャリバー、英語ではね、エクスキャリバーはですね、アーサー王伝説に登場するアーサー王が持つとされる剣ですね。
魔法の力が宿るとされ、ブリテン島の正当な統治者、イングランドの王の象徴とされることもあります。そうなんです、刀なんですけども、まあ、それがですねプレイアブルキャラとして登場するということで、これは欲しいよね。ワンチャンですねこっちの可能性もあるかなと思ってます。まあ日野社長であればやりかねない、いややってほしい X ジャパンキャリバーということで、まあこの画像はトシさんになってますけども、まあ分かりませんよ、ヨシキかもしれませんし、このねメンバー全員来るかもしれませんけども、ワンチャンですね、まあ妖怪ウォッチってこういうダジャレというかパロディ好きだからね最近の日野社長こういうとこ忘れてるんだけど、やっぱりね妖怪ウォッチはこういう部分をね忘れてはいけませんよ。同じ必殺技スキルを持つキャラなんですけども結構たくさんあります。まあ同じ必殺技、これねこの使うたびにダメージアップなんですけども、トリプルゼータだけでも結構あります。国神覚醒ケータね、こちらはですね結構使えるキャラ、スキルがね自身の妖怪プニがデカープニで降ってくる、そしてダブルスキル、自分のプニを消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まる、そしてナンダ金龍ニョロロン族のトリプルゼータ、こちらも非常に使えるキャラです。スキルがデカープニを消すと自分の技ゲージが溜まる、で追加スキルで妖怪プニがデカープニで降ってくると。その他にもねフッドウマ、こちらがですね、まあ、必殺技は同じくね使うためにダメージアップで、でスキルがですね同じなんですよ。自分以外の妖怪が必殺技を使った時に自分の技ゲージが溜まる、そしてこちら自身の技ゲージが溜まった状態でスタート、このスキル2のね技ゲージが溜まった状態でスタートは非常に使える、特に周回なんかでも非常に使える。だからこのスキルがついてきたということは、まあ裏マップのね強敵周回もかなり楽になるんじゃないかなと思います。その他にはねこの汚れ闇剣王あたりが、まあ、同じ必殺技と、で同じスキルとしてこの技ゲージが溜まった状態でスタートなんですけども、まあトリプルゼータではねこの一大事ヤマト武蔵、まあ勇ましい族で追加スキルがこの技ゲージがね溜まった状態でスタートで、普通のスキルが自身の妖怪プニがつながりやすくなるということで武蔵も非常に使えます。そしてこの闇魔女踏みルファイも技ゲージが溜まった状態でスタートと、まあ同じねニャーサー王物語のキャラです。ネロチ、こちらもニャーサー王物語で技ゲージが溜まった状態でスタート。まあこの辺りのトリプルゼータのキャラはですね、まあ復刻で来る可能性がね非常に高いとなんといっても特攻ついてるからね、なぜかイベント告知ではないのにも特攻がついちゃってるというね、これ復刻あるんじゃないのか、難易度ミスか。そうなんです、今回のイベントもう皆さん気づかれているかと思いますけども難易度おかしいです。まず桜カップのクリアに必要なレースポイントなんですけどもおかしいです前回の魔女の騎士のレースイベントからですねもう倍どころじゃないよね、この HP っていうかね必要なポイントの上がり方が、だから激ムズです。さらにもっとおかしいのはこちら第4マカップクリア必要なレースポイントなんですけども、グラフを見ていただけるとわかるかと思います。前回の魔女の騎士に対して今回の聖杯の闇なんですけども、レベル10の状態で、まあ、5倍ぐらいになってるっていうね、なのでどうなんだろうね、5倍になってんだけど自分も5倍になってるかというと現状そういうことはないので、まあレベル6、まあレベル7あたりがまあ限界というかね、レベル7でも前回よりかなり HP 上がってるんで、ちょっ
とこれはどうなのっていうね気がします。感覚的にはちょっとやばいです。で裏マップのね聖杯の闇、こちらはまあまあ強くはなってるんだけど HP 的にはそんな何倍にもねなってるっていうことはありません。でここでちょっと気になるのがね、ゲームの難易度、開発者はどうやって調節してるんだっていう話ですよ。これちょっとね気になります。難易度調整はねゲームの心臓部なんですよ。やっぱりこれが全てと言っていいでしょう。まあ簡単にしろとかね難しくしろとかねいろいろ言われますけども、結局ねそれはねプレイヤーによってね持っているキャラとかね技量が違うんで、まあ個人差があるんで、まあ誰にとってもね敵が弱ければ強ければそれでいいっていうものではないんですよ。そこがねスマホゲームの難しいところ。じゃあゲームの制作においてこれらをどのように調節していったらいいのかですよ。難易度をね決めるのは誰か、皆さん誰だと思いますか？もちろんあの人です。プリプリの場合はね、まあ、総合プロデューサーの日野社長がまず方針を決めます。だから日野さんがさペイトゥウィンで行こうぜ、まあ、ペイトゥウィンっていうのはですねお金を払った人が勝てるそういうゲーム、まあ、それで行こうぜって、まあ、仮に行ったとしましょう。仮にですよ。そうするとですね、まあ、開発会社のね開発担当者 NHN プレイアートなんですけどもが、まあ、それに対応してね設定します。で、まあ、テストプレイするんだけども、テストプレイの環境がですね特攻が全て揃っている状態、しかも追加含む状態で、さらに レベルマックス技レベルマックス状態で、さらにですね特殊能力がアップした状態でやるんですよ。なのでそこの状態で初めてクリアできるかできないかぐらいのね設定でやるんで、もちろんそのイベント前半でねこのクリアするのはね難しい。でプニプニのね難易度問題としてはね、ガチャで引き当てる以外の入手方法がないキャラアイテムがね存在します。特攻キャラ、そしてこの課金アイテムで、課金しなければ自力での攻略が困難である。もうほんと今回のとも無課金でお助けなしは無理っしょ。でガチャで良いキャラを入手すると攻略がずっと楽になる。そう、その差が激しすぎる裏マップでもねそうなんですけども、特攻あればむっちゃ簡単だけど特攻ないとほぼ無理ゲーっていうね。だからこのあたりがプニプニのね今最大の問題かなと思っています。なぜならですね、ガチャは最も効率よくユーザーからお金を絞り取れるシステムだからなんです。ガチャはですね利用者の金銭感覚を狂わせる、そして社交心を煽る、そして、まあ、キャラのね心理的なね価値とかね実際の価値はね乖離しているんですよ。そのことはねあまり批判されません。まあわからんでもないけどね、基本プレイ無料で良心的な課金にするのは至難の技なんですよ。だから無料ゲームにはですね重課金の問題がつきものです。まあ、開発はね上にも分かっているんだけど、赤字にならないためにはどうしてもやらざるを得ないっていうのがね、まあ、実情じゃないかなと思います。だから他の手段で同等のね収益を得るのは難しいんだよね。なのでまあガチャに頼ってしまうと。で皆さんどうですか、このかなりのね額をね課金しないとクリアできないゲーム、今のプニプニの現状ですね、皆さんどう思いますか。まあなんとも難しいとこだよね。まあイベントね後半で難易度修正されるあたりをね期待しながらねちょっとイベントね進めていきたいなと思います。ちょっと皆さんの意見もですねぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。何度も言います、予想なので追加キャラ来なかったら本当ごめんなさい。これはでも無理ゲーだよね。